株式会社新庁社は日本の出版社。1896年7月に創業された新生社が前身田山家帯などの自然主義者の書籍を出版していた。1914年には新庁文庫を創刊した。他にも単行本、全集などを多数発行している。文芸雑誌は1904年創刊の文芸絵師、新庁の他に、 第二次世界大戦後の1947年に創刊された中間小説誌、小説新潮などを発行している。週刊誌は1956年創刊の週刊新潮が初めての出版社系週刊誌として成功を収める。1981年には日本初の写真週刊誌、フォーカスを創刊。フォーカスは法廷を隠し撮りした。 未成年の容疑者の写真を掲載したりするなど、過激な編集方針で一時期には、発行部数200万部強までになったが、1990年代後半に売れ行きが悪化し2001年に休館。スポーツ年間、ウィナーズやタレントグラビアアイドルの写真ムック、月間の発行、ニコラ、週刊コミックバンチの創刊、女性誌での旅の再送還に踏み切り、 従来の路線からは大きく転換された。また、新潮文庫もサブカルチャー面での観光を多くした。社長職は創業者、佐藤義良から代々世襲によって引き継がれている同族企業である。第二代佐藤義雄、第三代佐藤俊雄、第四代佐藤良一を経て、現社長の佐藤隆信が第五代目である。東京都新宿区野良町に、 広大な不動産を持っていることでも知られている。新庁舎では、単行本の発行部数が累計で10万部を突破すると、記念に川装本が4部だけ作られる。4部のうち2部は著者に送られ、残る2部は新庁舎用として、1部は資料室の閉下に、もう1部はガラス戸付き本棚に鍵がかかった状態で保管されている。 この10万部突破記念の特装本は新書も含まれる。なお、単行本にはヤギの皮が新書には羊の皮が使用される。1956年、三島幸男の金閣寺が10万部を突破した際に担当編集者が何か記念になるものを作ろうとスタートした企画から始まった。2009年11月までに作られた。 特装本は547点に上り、三島幸男柴良太郎、松本清張遠藤修作、大江健三郎などのほか桜桃子、桜エビや、鈴井孝幸編集長大泉洋なども川荘本になっている。村上春樹の1984は初版から10万部を超えたが、38冊で特装本化された伊坂幸太郎の 重力ピエロのように番を重ねての特捜本家の例もある。2015年10月5日、橋本徹大阪市長の出自に関する2011年11月3日号に掲載された週刊新庁の記事で精神的苦痛を受けたとして発行元の新庁舎に車両など1100万円の損害賠償を求めた。 訴訟の判決で、大阪地裁は名誉毀損があったと認め275万円の支払いを命じた。週刊新調編集部は控訴、上告したが、2017年6月最高裁判所で、地裁判決が確定した。上の一件に限らず、週刊新調は、訴えられることの大変多い雑誌である。以上の4章は、新調4章と呼ばれる。 ありがとうございます。